レシピシリーズ第4弾韓国語レシピ、どうも、石田のこと、ハルキと、モッチです。はい、というわけでですね、はい、第1回は英語レシピ、はい、そして第2回、中国語レシピですね、はい、で、第3回がフランス語レシピで、今回、第4回は韓国語レシピでございます。来ました、はい、韓国。ちなみに、韓国語の教養はありますか、皆さん。全くないです。あるんだ。ちょっとあるんだ。あるの？なんで？で、まぁ、今回ね、韓国語って、ちょっとね、ヒントポイントがあって、はい、発音がね、似てるんですよ、日本語と。そう、へなので、まあそこを今回のヒントにレシピをね、見て料理を作っていただこうと思います。わ、はい、かりました。じゃあまず、レシピ送ります。はい、はい、わかんないなまあちょっといろんなね、そのヒントの要素は何個とか、何枚とか、そういう分量もちゃんと書いてあって、ちょっと似てるんですよ、うん、日本語と、うん、なので、まあ、ここでそのここの発音教えてくださいっていうのがあったら、はい、Google 翻訳にこの韓国語を打ち込んで発音を流します。とりあえず一通り全部聞いていいですか。あ、わかりました。じゃあまず一番上から流します。はい、チェダン、チェダン、あ、違うな、チェダン、絶対にあれだろじゃあ2個目、一番上から2個目ね。うん、うざパンバンバン、うわー、ちょっとマジでわかんねえな。まあいいや、2個目。あ、じゃあ3個目、タコボッチサイ。はい、全くわかりません。しかも1分の3枚ってなんだよ。嘘、1分の3枚ってなんだよ。マジでわかんない。もう次いいよ。次っすか。うん、ヤンハー。終わったな、これ。わかるわけないやん、これ。ヤンプラーです。ヤンハー、ヤンハー、まあ、ギリ食材ですけど、うん、次いきますよ。パセリ。パセリ、パセリだ。パセリだ。確実にパセリだ。ちょ、もう一回聞きたい。もう一回聞きます。うん、一応パセリ。すごっ。パセリすぎる。パセリだな。これ結構大ヒントじゃない？これ。調味料エリアかな、次。じゃあもう次、調味料。はい。いきますよ。バター。うえぇ、ー、あ、待って、やったー。日本語来たー。びっくりした、今。じゃあ一応韓国語流しとくと。バター。バターやん。でも言うてわかるな。言うてわかるわ。うわ、ミスった。でもこれは日本語聞いてなくてもバターしかなかったよ、うん、俺らの頭の中には。バターだなってなる。じゃあ次いきますよ。はい。うん、ソグン。ソグン。これちょっとね、わかんるんだよね。まあでもこれかなってのはあるわ。ソグ ン, ソグンね。じゃあ次いきます。はい、フッチュー。フッチュー、終わりました。フッチュー。で最後、はい、ケチャップ。ケチャップじゃね。ね、ちょっとケチャップ感なかった今。ケチャーっつったもんね、うん、でヒントを見ると、うん、一番上で、そうそうそう、一番上で今、待って、ひらめいたかもしれない。なになになに、これ当てちゃうぞ、マジで。いや、ちょっとまだ言わないでしょ。言わないけど、作って正解を持ってきちゃうよ。ちょっと分かったかもしんない、俺も。今から流しましたよ、その、〇〇を。プ、はい、ジャン。あれ、プジャンってさっき聞いた気がする。あれ、プジャンどれだ。プジャンでは一番上でしょ。チェダンだな、それ。んこれ新しい用語です。え、新しい用語なの、チェダンがプジャンしてるってこと。プジャン。まあ、でも、まあ、まあ、あれだろうな。ちょっと分かったかもしれない。ちょっと分かったよな。で、何々は飾り。わ、もう、あ、もう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 、パス。スリーどの、はい、ありがとうございます。まあこれをもとに、まあ、解読してください。はい、きたな、これは。これなんかいける気しかせん。これはいいお昼ご飯になりそうだ。いった。はい、ということで材料を買ってきました。はい、紹介しますか。紹介しましょう。まあ、予想とともにね、紹介していきたいと思います。まあ、まず一番上のチェダン4個はまあ卵だろうと。そうね、なんとなく聞き覚えがあったのと、あとまあ4個って言ったら卵だろうということでね、うん、卵。そして次、バブはまあ米ですね。 300g なんで、まあ米かなって思いまして、うん、もうこの時点で料理確定しました。そう、僕らは。そうね、じゃあここは一旦スルーしましょう。次、そうだ、ね、難しいんで。そうだね、4分の1個のやつね。4分の1個、はい、ヤンハまあね、おそらくニンニクです。4分の1個ってなるものってなんだろうって考えたときに、
なんかね、キャベツかなとか思ったんだけど、うん、そしたらキャベツ行く途中にニンニク見つけて、モッチがこれじゃねってなった。そうでも、それだったんですね、多分これなんだ、確定なんです、うん、で、パセリはパセリと、まあ、パセリだと思う、はい、まあ、パセリという発音の別物だったら僕かもしれませんけどね、うん、で、これがとりあえず材料で、そうだね、あ、まずその前に箱ぼちさえ、これね、すごいですよ、これすごい、こちらステーキです。いいステーキ、いいステーキです。国産の豚肉ロースカロースカツだった。ロースカツなこれ、やらかした大事そこで、調味料ね、調味料、まあ、上からバター、塩、フッチュ、ケチャップ等で、家に全部ありました。作っていきたいと思います。はい、何ができるかはね、お楽しみということで、作っていきましょう。まずレンチンお願いします。はい、ネチャネチャっとる。なんか気になるんだよな。何が？米潰してるんよ、お前混ぜ方気にしすぎじゃない、マジで。そんな気になる？こんな、うわぁ、もうこんなやつって、こいつダメだわ、わかんない、生活し合えない、こいつと絶対にお前とはルームシェアできない。絶対に無理、絶対に無理、絶対毎日喧嘩しちゃう、そう、普通に。米潰してないとか言われる感じで、あんってなっちゃうもん。いや、米潰してたよ、今マジ。もう一回再現して、今。いや、リア、普通に、うん、と、どう、なんかさ、わかんない、この違い。俺もわかんない俺もわかんないんだよ。そっか、なんかベチャベチャすぎてるなっていう。そのままさ、うん、100時間ぐらいやってたらさ、まとまっちゃうよ、人も。100時間もやんないからまず100時間もネチャネチャせんのよ。よし、あ、で、そう、調味料のフッチュ、ああ、フッチュ、はい、ちょ、マジでわかんないので、なんか家にある調味料を適当に入れます。あー、なに絶対に胡椒じゃん。あー、まあ入れるものとしては胡椒ではある、このラインナップからしたら。確かに、はい、胡椒です。胡椒にしよう。よし、炒めんでいい。はい、バブル、俺右利きだから、お前のがいたな。はい、痛い、やばい、頭へこんだ。いや、痛い、そう、ここね、頭へこむんだよ。ニンニクいきまーす。はい、イン、ケチャップライス、5 4 3 2 1。歯切れ悪いの、カウントダウン、歯切れってなるパラパラにしてください。いや、ケチャップライスはどう頑張ってもパラパラにならないだろなんか、これじゃない、ベチャーってなったな。もうバレちゃうかな、作ってるか、しやしか。そうだね、だいたい分かっちゃうね、ここら辺で、ね、お前さ、いや、無理無理。いきます、ゴー、皆川。え、分厚い、うそ、まあ、めっちゃいい。おお、逆にうまそうになったわ、ちょっと失敗したけど。そう、トロトロしてるからこそね。やばくない、このうまそうさ。3分の1枚のステーキイン、 OK で、最後にこのステーキ3分の1枚をはい、はい、できました。だけど僕たちが作ったものは、はい、ステーキオムライスです。おお、はい、じゃ、まあ、まずは食べますか、はい、食べましょう、ね、そうですね。じゃあ、まあ、まず最初は普通に食べます、はい、待って、見た目めっちゃ美味しそうなのよ。見た目はね、マジで美味しそう。確かに歴代最強ぐらい美味しそう。やばくない、普通大事なのでも味なんだよね。見た目は今までで一番、とりあえず。いただきます。うん、あれ、そんなうまい。あ、なんか入れました、ライスの中に。入れてない、入れてない、入れてない、見せたやん、ずっと。
なるほど、うん、まあオムライスとしては65点ぐらいです。なんで、余計なものが入ってる感じがするけど、なんかいるね、なんか違うやついるでしょ。へ、じゃあ正解発表いきます。はい、じゃあ皆さんメモを見ながらいきましょうか。はい、うん、まず一番上の4個卵です。よいしょ、まあ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 、ね、ここはね、でその次のみたいなやつはご飯です。だよね、じゃこれ米だと思うんだよ普通に、うん、じゃあまあ次ちょい長い、これ分かんなかったな、うん、答えは鶏もも肉です。うわー、うわ惜しいんだ。惜しい。で次、これ次多分ニンニクって予想したんだよ。そうだね、はい、こちら答え玉ねぎです。あー最初にあったな。あったね、あったあった、玉ねぎか。で次がまあパセリと。まあそうだよね、これ違ったら俺怒ってたよ普通に。これはもうさすがにパセリです。だよね、あと言う調味料も、うん、じゃあ次調味料、はい、この一番上のやつ、あ、てかバターって言っちゃったやつ、そうか、まあこれはバターです、うん、はい、でその次これはなんて予想したの。塩、うん、塩正解。よーい、読める読める。で次は、次がフッチューです。フッチュー、うん、こちら胡椒です。どう入れたよね。来た来た来た入れた入れた入れた来た、胡椒にしたんだよ最終的に。で次のケチャップみたいなやつは、うん、ケチャップです。まあまあまあだいぶ合ってんじゃない。だいぶ合ってるよ、鶏もも肉、鶏もも肉と玉ねぎ以外合ってる。そして、はい、作ってほしかった料理は、はい、オムライスです。大正解。大正解しないか、正解ぐらいか。正解っす ね、まあ、ちょっと疑問なんだけど、うん、あのみんなそのオムライスさ、うん、食った時にチキンライス作んない、うん、そうなの。え、なんかその、まあ、ケチャップライスと鶏肉がこうボロボロ、いや、玉ねぎも入ってるみたいな。最初鶏肉ってちょっと出なかった、出てないっけ俺ら。オムライス食わない人いるやん。わぁ感じですね、うん、まあ大正解とはまあいかずともまあ、うん、丸ぐらいですね。そうだね、そうね、結構このレシピシリーズ俺ら正解率いいからね、うん、確かに。実は間違ったことないんじゃない。ないよね、料理って言ったら。まあそしたらまあちょっと次は難易度を上げて、うん、またレシピを持っていきたいと思うので、はい、もう余裕だよ、うん、スワヒリ語でもヒンドゥー語でも持ってきてくださいよ、うん、ほう、ヒンドゥー語。まあじゃあ次はヒンドゥー語レシピでお会いしましょう。それではまた。